現地調査をしているのは中国地方整備局の職員で、今月5日から緊急災害対策派遣隊が活動を始めています。被災地では崩壊や段差が生じた道路復旧のための測量などを実施。和島市が管理する道路およそ660キロでは、今も状況把握が続いています。復旧に向け派遣された職員は、